じゃーん。これうちの上の5歳の娘が下の歯初めて抜けて、これあのアメリカとかブラジルでもそうみたいなんですけど、抜けた歯を夜寝るときに枕の下に枕元に置いとくと、歯の妖精さんが来てくれて、その歯と交換でコインを置いてってくれる。ブルーノはね、ブラジルだとお金を置いてくれるらしいです、歯の妖精さんがね。でこっちでお金よりもコインの方がいいかなと思って、こう記念コインみたいな、これ私ちょっと買ったんですよ。娘が楽しみにしてるのでこのコイン買って、あとそれとこれね、これ何かっていうとネックレス、妖精さんの 歯をねこう持ってる、抜けた歯を持ってる、これを今夜娘の枕元に置いといてあげようかなと思ってます。はい、お枕の下に、おやすみ。この歯置いといてじゃん。何それ、エスメオ。何それ、コイン。コイン、今お仕事行ってる。え、ブリンコ。ブリンコじゃなくてネックレスね。ネックレス。よかったね。私こっち行く。オープンネット。うん。